はい、半負けの本物本家の、貴族の半前川先生です。ですね、天皇より私の方の方が本物貴族の私の方が偉いということをね、最近力がついたんで公開しておりますけれども、本当の話です。でですね、イギリスエリザベス女王とも天皇よりか付き合いは多いです。私の方がね、天皇家よりか私の方がイギリスエリザベス女王家との付き合いは多いですね。お金があるときはね、奥さんなんかですね、紹介してもらって いただいていいというふうなことでね、昔からエリザベス女王ともいつもね代々ですね話をしております。で、半負けの本家、本物の貴族、王様なんですけど、代々のね名簿で半負けという名前の王様なんですね、私はね。で、以前ね、君が要は岩尾となりてとという岩尾という名前を、私の名前から明記して歌ってたんですね。父もじいさんも半馬岩尾という、父は元一ですね。で、じいさん、本家のじいさんは二文字でね、元という字に岩尾という岩尾と呼んでまして、同じ名前でしたね。私は一文字で半馬岩尾なんですけど、そのことで国家の君が代は歌われてたんですね。今はあんまり合わせないようにしたのは私が命名したんでね、その日本で歌われてる君が代の歌ね、私の歌だよというようなことを言ったら合わせなくなりましたけどね、本物の貴族ね。で、天皇家っていうのはより私が偉いというのは、私は本物の貴族なんですね。天皇家は、昔偉いお坊さんと大統領ですね、みんなが人気者として選ばれてなった王様なんですね、大統領なんですね。作ったもの、普通の凡人の人がなっただけなんですね。全く貴族とは関係ないんですね。貴族の生まれじゃないです、天皇家はね。で、一般的には古いと言うけども、ちょっとランク、私の本物貴族のランクはちょっと高いんで一桁違うんでね、天皇家の生まれた時よりかもっと古いんです、全然。で、エリザベス女王家が生まれた時よりかまた古いんです、私の方がね。前はね、私はね、本間家から追い出されたんだけど、本間家の本家でもあったのね。で、半間家になってますけどね。で、そのボスの一番のね、代々の本家なんですね。本物の貴族なんですね。で、一番のね、名前で言うとね、実際はね、人間が名前作って呼び合うようになった時のボスということですね、先祖がね。これが貴族なんですよ。で、それが私なんだけど、天皇家っていうのはね、昔から選ばれた大統領でね、人気者ということでね、来てる。で、またお坊さんも偉いね、それで発足したんですね。エリザベス女王家はもっとまた古いんです。これはね、半本家とも言うんですね。エリザみたいなんですね、エリザベス女王っていうのはね。ただね、私が地球上に存在したんで、エリザベス女王発足の時に、もっと古いんですよ、私の本物貴族。半本家で、エリザベス家の半本家で
それで、王様というのでずっと行くのは勝ち合ってしまうと私が存在してたんでね、女の王様という形でね生まれたんですね。それもはっきり私は覚えてるんですね、歴史上にね記録はありますね。で、天皇家よりか全然エリザベス王家との付き合いは私の方が古いですねということですね。だそれで私は全く純正のある貴族であるというですね。だから桁外れて私の方が偉いんですね。それでただ注意は、生まれてきた時に、本家が生まれてきた時に悪いのと悪くないのが生まれてきますから、その時は認めないということですね。父の代もちょっと普通だとダメだということですね。ちょっとでも悪いと権限が強すぎてね、抑えられないんですね。本物貴族の地位っていうのは高すぎてね。私だけですけどね、今偉いのはね、同じ生まれた家系の人はもう全部脱落しちゃって悪い方に行っちゃってますから、普通でも悪いことになるんでね、完全なるものじゃないとダメなんですね。力は強いんでね。まあそういうことですね。日本で、まあ、天皇家とかいるけども桁外れて、本物の貴族の私の方が桁外れて偉いということですね。で、皆にね従われたりすることはないですね。上の能力者として、逆に人間たちは敵として見ますね、強敵として見ますので、味方としてなりませんね。皆と違うんですね。だからこれを注意して、どことも勝ち合いがあります。だから私のことを人間たちは偉いとは言わないですね。敵として見るんでね、誰も全世界、ただ実際は私の方が偉いということですね。もうぜひ、エリザベス女王家とかいろいろ天皇家、海外の王様ね、付き合いが多いようですけども、私が一番古いです、ね、多いです、桁外れて多いです。途中からなった人とか、まあ作ったものばっかしなんで、王様ってね、海外の王様、大統領のことを言ったりとかね、王様って言ってるんで、作り物なんで危ないんで、本物じゃないんで接せられないということですね。本物の貴族はね、私はということなんですね。だから全然偉さが違いますし、また日本よりが古いです、私はね。ね、だから日本の貴族じゃないです、世界の貴族です。貴族は全部そうです。国よりか、どこの国よりか古いです。これをよく注意していただきたいですね。どうもありがとうございました。浜井先生でした。